はい、こんにちは、まとめです。今回の動画ではユニクロの半袖シャツを全部買ってきて紹介という動画です。とにかくたくさんユニクロのアイテムを買っている僕が今回半袖シャツ、今発売されている半袖シャツを全て買ってきたので徹底的に解説していきます。ユニクロはアイテム数が非常に多くて、特定のアイテムを探すのも良品を探すのも非常に大変です。この動画を見ると買うべき半袖シャツがわかるので時間と労力を消費せずに済みます。ということで今回の動画もアシスタントの山崎さんと一緒に会話形式でやっていこうと思います。お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで早速やっていきたいなと思うんですが、はい、半袖シャツそもそも難しい問題っていうのが、はい、まあ、ありますよね。ありますよね。やっぱね、長袖シャツ、はい、好きな人すごく多いと思うんですけど、半袖シャツのが好きっていう人かなり限られてくると思うんですよ、はい、というのももう単純に半袖シャツより長袖シャツの方がおしゃれに見せやすい、かっこよく見せやすかったりするわけですね。なので半袖シャツはなかなか着ないよっていう人も多いと思うんですけど、とはいえ夏ってやっぱりすごく暑いじゃないですか。だから長袖シャツはさすがに着れない、でもシャツが着たいっていう人もいるんじゃないかなと思います。半袖シャツって長袖シャツを省略したデザインになってくるので本来あるべきデザインではないんですね。もともとあったデザインではないんで、何も考えずに選んで着用すると結構失敗しがちなんですよ。夏アイテムの中でも屈指の難しいアイテムになってくるので割と良品選びが難しかったりします。で、逆に作る側からしても、僕のブランドでも、まあ、今年一応半袖シャツ、うまく作れればリリースしようと思って何回も何回も繰り返し挑戦していたんですけど、正直納得いくものができなくて今年はちょっと販売を見送ったっていう経緯があったりします。残念。で、まあ、これから秋冬になってくるわけなんですけど、まあ、そのまま制作諦めずに続けているんで、まあ、来年の春夏こそね、半袖シャツいいものが、お見せできればなと思います。ということでまず一つ目紹介したいのはこちらですね、オープンカラーシャツ1990円で L サイズを購入しています。こちらが多分ユニクロのオープンカラーシャツの中でもド定番といいますか、一番安パイなオープンカラーシャツだと思うんですけど、まあ、どんなタイプなのかといいますと、つるっとした光沢感のある素材感で、シルエットリラックスシルエットで、デザインは非常にシンプルに作り上げている、本当に無難に普通のオープンカラーシャツ探してる人向けに作られたようなシャツになっております。こちら以前までのものと比べると肩回りだったり、まあ、袖とかもなんですけど全体的にシルエットが大きくなっていまして、まあ、今の時代に合ったリラックスしたシルエットに仕上がっているっていうのが、まあ、この辺りユニクロらしいなっていう、こういった定番アイテムをね少しずつ改善改良していくのがユニクロなんで、それらしいアイテムだなと思います。ただですね、こういった無地のオープンカラーシャツなんですけど GU さんの方でね、かなりいいものが出てるんで、これわざわざ買わなくてもいいかなってちょっと個人的には思いました。そちらの、オープンカラーシャツの方はファッション YouTuber のうるまさんとのコラボ動画の方で公開しているんで、そちらも見ていただけたら嬉しいです。パーツまでシンプルですね。そうなんですよね。このボタンですね、あのシャツで言うとパーツって言ったらやっぱボタンになってくるんですけど、このボタン実はすごい重要なポイントなんですよ。ここがチープなボタン使ってると全体の印象も損ないますし、まあ、例えば高級なボタンであったとしても全然ねボディと違う色を使ってると結構派手になってくるっていう、それが悪いことでは全然ないんですけど、それぐらいボタン一つで洋服の印象って変わるんだなっていうところをちょっと覚えておくと、洋服選びのシャツ選びの参考になるんじゃないかなと思います。あとはシャツといえば襟も大事ですね。今回はこちらオープンカラーシャツというものにしているんですけど、オープンカラーって何なのかっていうとこんな感じでね、襟が開いている状態、解禁の状態ですね、のものを指します。こういった襟だとどんな印象を与えるかというと結構リラックスした印象になって、あとは結構シャツ襟って顔周りにこんな感じで立体的に襟があるものが多いんですけど、オープンカラーだとこんな感じで寝てしまうんで、顔を小さく見せてくれる効果とかはオープンカラーだとなかったりします。オープンカラーシャツって、はい、結局定番になってますね。なってますね。3年4年前ぐらいからですかね、はい、すごいトレンドになってオープンカラー一気に増えたんですけど、まあ、そのまま定番として定着したなという印象ですね、はい、こういった無地タイプのものだとあんまりファッション興味なかった人からすると馴染みがないかもしれないんですけど、例えば昔で言うとアロハシャツとか、まあ、今でも全然ありますけど、はい、アロハシャツとかがこういったオープンカラーの代表的なアイテムだったりしました。続きましてこちらオーバーサイズチェックワークシャツ1990円で L サイズを購入しております。こちらどんなシャツなのかと言いますと、まあ、先ほどちょっとオープンカラーの話をしたので襟から見ていこうと思うんですけど、襟先がボタンとかで留められていない、いわゆるレギュラー柄、一般的な襟になってますね。スーツで使うようなシャツとかでもよく見られるディテールなんで、見たことあるっていう人がほとんどなんじゃないかなって思います。こちらの襟の特徴としては、フォーマルでドレッシーに見せてくれるっていう特徴があります。襟はそんな感じなんですけど、その他の部分どうなってるかというと、商品名にもある通りオーバーサイズということ
ことでシルエットが大きめですね。結構ビッグシルエットになっております。で、柄はチェック柄になっていて、こちらのチェックはいわゆるリップストップ生地からインスピレーションを受けて、作ったそうなんですけど、リップストップの生地でちょっとね線入ってるじゃないですか。そこから多分着想を得たんじゃないかなと思います。あとはワークシャツというところでデザイン的なところを見ていくと、こんな感じのダブルポケットが特徴ですね。ワークシャツのディテールだったりするんですけど、こんな感じで両方にポケットをつけてカジュアル感を演出しているといったところです。あとはですね、アンダーソンコラボというところでこんな感じで JW の刺繍が入っていたりします。アンダーソンって何なのって思う人もいるかもしれないんですけど、こちらの商品ユニクロ&JW アンダーソンというところでユニクロのコラボラインです。ユニクロのコラボラインっていうのはユニクロの通常ラインよりもちょっと値段は高いんですけど、もうちょっとおしゃれなもの、もうちょっといいものを作るよっていうラインだったりして、ユニクロ U だったりプラス J だったりアンダーソンだったりいろいろなコラボがあるんですけど、今回紹介している半袖シャツはユニクロ&JW アンダーソンといったもので、アンダーソンっていうのはロエベだったり自身のブランド JW アンダーソンなどを手掛けている方とのコラボラインのことです。カジュアルですね。すごいカジュアルなんですよ。そもそも半袖シャツって長袖シャツと比べると袖省略してるんで、元々がねすごくカジュアルなアイテムだったりするんですが、それに加えてまずまあパッと見で分かるのがチェック柄、はい、柄が入ってると無地よりもやっぱりカジュアルな印象になってくるんで、チェック柄がまずカジュアルな印象になりますし、デザイン面で見たとしてもこのダブルポケット、ワークのディテールであるこのダブルポケット、カジュアルな印象を与えますし、シルエットにおいてもビッグシルエットということでカジュアルなシルエットになっております。ということでデザインもシルエットも素材も全てにおいてカジュアルなアイテムになっているので、コーディネートはかなり難しいですね。なかなかファッション初心者な人が適当に羽織っておしゃれに見せる、様に見せるっていうのには、向いてないんじゃないかなと思います。とはいえ、はい、色いっぱい使ってるチェックとかよりは、はい、落ち着いた感じですよね。ですね、モノトーンのチェック柄になっていて、あとはこの先ほども話したんですが、このパーツ部分、うん、このボタンも、同色にしてくれているんで、色味っていう点において言うと、カラフルなチェック柄とかと比べたら全然落ち着いていると言えるでしょう。続きましてこちらシアサッカーオーバーサイズチェックシャツ、L サイズを1990円で購入しました。ということで先ほどのシャツと似ているんですけど、こちらも JW アンダーソンコラボでチェックシャツでオーバーサイズっていうところでほとんど一緒なんですが、何が変わってきたかと言いますと、まず配色ですね、モノトーンからちょっと一転して色が入るようになっていました。なので先ほどよりもさらにカジュアルになってますね。あとは素材感も違います。今度はシアサッカーっていう素材になっていて、結構夏用の素材でこういったシャツだったり、あとはジャケットとかにも用いられることが多いんですけど、ちょっとデコボコした感じの、表情がある素材感になっています。でこれ結構涼しんで夏に向いている素材の一つです。あとはデザインを見ていくと、先ほどはワークの仕様だったのでダブルポケットだったと思うんですけど、今回はね普通に片方胸にポケットがついているといった感じです。ということで、まあ総合するとどんなシャツなのかというと、結構カジュアルなシャツですね。先ほどよりもさらに一歩カジュアルに踏み込んだと言えると思うんで、結構着こなし難易度は上がっているんじゃないでしょうか。古着っぽいチェックですね。ですね、ヴィンテージ感のある、作りになっていたりするんで、まあこれ刺さる人には刺さる、すごい好みっていう人もすごく多いんじゃないかなと思います、うん、はい。続きましてこちらエクストラファインコットンブロードプルオーバーシャツ、1990円で L サイズを購入しております。エクストラファインコットンというとユニクロのシャツの定番的な代表的な素材なんですけど、どんな素材かっていうと、まあすごい希少なコットンを使っているよっていうことで、まあ見た目においてどうなのかというと、綺麗な光沢感があってしなやかさも合わせ持つ、まあ素晴らしい素材の一つだと言えると思います。そんなエクストラファインコットンを使用したシャツかつブロード織りのシャツというところで、かなりねツヤのある、綺麗な光沢感がある大人っぽい素材の、表面感のシャツになっています。でシルエットどんなものなのかと言いますと、これデザインから見ていきたいんですけど、プルになってるじゃないですか、はい、かぶるタイプのこと、プルオーバーっていうんですけど、こういったタイプのものって結構裾に向かって広がっていくシルエットが多く、綺麗な A ラインシルエットになっているのがこちらのシャツの特徴です。あとはですね、この襟先にも注目してほしいです。こちら襟先ボタンで留められているボタンダウンという仕様になっているんですが、今まで出てきたのだとレギュラーカラーだったりオープンカラーだったりしたと思うんですけど、それと違ってボタンで留められているんで襟先がバタつかないっていう特徴があったりします。ちなみにこの襟先がバタつかないと何がいいのかっていうと、例えばニットとか上から羽織った時にかぶせてレイヤードして着用した時に襟がねピョンと出ないっていうところがあったりするんですけど、こちら半袖シャツで、まあ、夏に着用するっていうところがあるんで、あんまり上からよくレイヤードして着用するっていう機会はないかなとも思います。それ、はい、まあいつもながらシワ目立ちますね、はい、そうなんですよ。このエクストラファインコットンシリーズの白はシワが目立つんですよね、うん、洗濯してもシワシワになってしまいますし、その後でちょっと気になるっていう人も多いんじゃないかなと思います。でこちらはあえてやっているんですけど、例えばここら辺の脇下とか、洗いをかけて縫い縮みを発生させて、バッカリングっていうんですけど、はい、ちょっとカジュアルな風合いをここで演出していたりするんですけど、まあ、パッと見の印象でもちょっとシワっぽく見えてしまうんで、うん、これ逆に好きじゃない
ないっていう人もいるでしょうし、これが好きだっていう人ももちろんいるんじゃないかなと思うんですけど、個人的にあんまり好きなアプローチではないんで、できればなんかこのエクストラファインコットンブロードシリーズ、全部ちょっともうちょっときれいめに作ってもらえたら嬉しいなっていう、それでちょっとイージーケアとかだったら、すごくいいのになって思います。でもなんか本来のシャツっていう感じはこっちのがしますかね。はい、もう現なんかもう今の現代人だとイージーケアにすごい慣れてしまっていて、僕もそうなんですけど、洗濯後アイロンかけるのがね結構手間に感じることが多いんで、イージーケアの方が好みだったりするんですけど、まあ、本来のね、流れとか組んで考えると、まあ、イージーケアじゃなくてすごいいい素材使ってってなるとシワになるのは当たり前だったりするんで、はい、まあ、しょうがないところかなと思います。ユニクロって結構原料に忠実に作るところがあるんで、まあ、そういった背景考えるとまあこういう作りになるのも納得です。でですね、そんなエクストラファインコットンシリーズのストライプバージョンもあるんですよ。こちらも同じくプルオーバータイプなんですけど、まあ、色違いみたいなもんですね。こっちのストライプバージョンだとシワがかなり目立ちにくくなるんですね。ストライプって基本的にシワ目立たないんで、まあ、これパッと見でさっきと比べると分かると思うんですけど、比べてみましょうか。はい。ということでこちらが先ほど紹介したもの、こちらが今紹介しているものなんですが、パッと見でシワの違い分かるんじゃないかなと思います、はい、これね洗濯後洗いざらしで比較するともっとね、顕著に差が出るんで、結構白シャツの方はアイロン必須でも、こっちのストライプの方は洗いざらしでもいけるぐらいのシワ感ですね。こちらのストライプバージョンの方がおすすめです、はい。続きましてこちらリネンコットンスタンドカラーシャツ1990円で L サイズを購入しました。こちらのシャツどんなシャツなのかと言いますと、まず最初に襟に注目しましょうか。やっぱりシャツとかトップスとかって襟がすごく重要なんで、襟から見ていこうと思うんですけど、いわゆるスタンドカラーという襟になっていて、こちらもレギュラーカラーを省略したような形で襟が立っているようなに見えるやつですね。着用すると分かるんですけど、襟がちょっと立ち上がったような状態のものをスタンドカラーと言います。でレギュラーカラーとかと比べると結構カジュアルな印象になりつつ、あと顔があんまり小さく見えないっていう側面もあります。ということでレギュラーカラーのシャツとかと比べると若干よりカジュアルに振られているシャツなんですが、はい、でおまけに半袖シャツっていうところで結構カジュアルめなシャツと言えるんですけども、まあ、素材とかは無地でツヤがあるんで、素材感は大人っぽくフォーマルに見せてくれていますね。とはいえこれリネンコットンっていう素材を使っているんですが、ユニクロってプレミアムリネンシャツというのがありまして、そちらだとリネン 100% ですごく風合いがいいんですよ。それと比べると若干ちょっとね素材感、できればプレミアムリネンの方が良かったなって思ったりするところもありますし、ちょっと惜しいなっていう商品ですね、やっぱり半袖シャツっていうところで、その半袖シャツっていうカジュアルなアイテムをよりフォーマルに見せていくっていうアプローチよりかは、どん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 カジュアルな方向に作っていくっていうパターンがね多くなってくると思うんですけど、できればなんかもうちょっとフォーマルな半袖シャツっていうのも一つあったらいいなになと個人的には思います。シルエットもゆったりめでカジュアルですね、はいはい、そうですね、昨年のものと比べてもちょっとゆったりめで、身幅だったり肩幅だったり、まあ、今の時代に合わせてちょっとビッグシルエットになっていると思います。続きましてこちらドライイージーケアコンフォートシャツ1990円で M サイズを購入しております。こちらのシャツは今まで紹介してきたものとは結構毛色が違うもので、何なのかというとビジネス用のシャツですね。ビジネス用の半袖シャツになります。ということなんでかなりシンプルな作りになっているんですが、そもそもクールビズであってもあんまりカジュアルな着こなししない方がかっこよく見えるんですよね、はい。まあ、暑いんで半袖シャツ着るのは当たり前なんですけど、それでも長袖シャツ着てた方がかっこいいですし、長袖シャツ着てまくるとか、でもかっこいいですし、まあそのかっちりとしたシーンだったら長袖シャツ着てまくらずにいるっていう方がかっこよかったりするんですけど、とはいえ暑くてどうしても半袖シャツが着たいっていう人にはすごくおすすめのシャツです。こちらどんなアイテムなのかというと、まずドライイージーケアっていうところで、まあ、ドライなんで乾燥が早かったりとか、イージーケアなんで洗濯後、シワになりにくかったりとか、あとはすごくストレッチが効いていて動かしやすかったりとか、この襟とか巻いた手に真鍮を張って長持ちするよみたいな、結構機能性に特化したようなシャツ、かつパッと見で分かると思うんですけどビジネス用なんですごくシンプルな作りになってますね。襟もレギュラーカラー、フォーマルなレギュラーカラーにしていて、こちらの前立てもドレッシーなフレンチフロントになっておりますし、とてもシンプルな作りになっているのでフォーマルな半袖シャツと言えます。まあ、でも、はい、長袖の方がかっこいいですね。そうなんですよ、長袖の方がやっぱりかっこいいんですよね、はい。クールビズってなんかいろいろカジュアルにしていいよっていう文化だと思うんですけど、それでもねカジュアルにしないでなるべくフォーマルに見せてた方がスーツってやっぱりかっこよかったりするんで、はい、スーツってやっぱ完成されているコーディネートなんで崩さない方がね、かっこよく見えたりするんですけど、まあ、そのあたりはまあそれでも半袖シャツの方がいいなっていう人もたくさんいるでしょうし、まあ、ご自身の状況に応じて選ぶのがいいんじゃないかなって思います。半袖シャツ探している、クールビズ用のシャツ探しているよって人には非常におすすめです。
続きましてこちらシャンブレーオーバーサイズワークシャツ1990円で L サイズを購入しております。こちらどんなシャツなのかと言いますと、シャンブレーですね。特徴的なのはシャンブレーって結構夏とかに使われることが多い素材なんですけど、清涼感があって見た目的にも涼しいですし、実際着用しても涼しいんで結構夏向きの素材です。こちらのシャツのデザイン面を見ていくと、途中紹介した時にも出てきたんですけど、このダブルポケットですね、ワークの仕様になっていて、でシャンブレーでこのブルーの素材っていうところで結構カジュアルめなシャツになっております。でこちらもオープンカラーシャツですね。襟が開いている解禁のシャツになっていて、あんまり立体的な襟ではないんで顔周りにこんな感じで襟が来ないんですよ。そうするとどうなるかっていうと顔を小さく見せることができなかったりするんですけど、こちらのシャツよくよく見ていくと、こんな感じでねレギュラーカラーにもなるんですよ。うまくできるかな。こんな感じで上のボタンまで止めるとレギュラーカラーになるわけです、そうするとね結構顔小さく見せることができるんで、オープンカラー気になるな、だからやめてこうって思ってる人は、実はレギュラーカラーにもできるんで、このあたり注目してみてください。個人的には結構ね難しいシャツの部類に入るかなと思うんで、特におすすめはしないんですけど、山崎さん的にはどうでしょうか。おすすめはしないです。はい、わかりました。やっぱ JW アンダーソンコラボって結構ね難しいものが多いんですよね。ユニクロの上位ラインっていうところで結構攻めたものが出てきたりするんですけど、アンダーソンとかを見てもらえるとわかると思うんですが、コレクションとか、結構派手なんで、ユニクロの普段のものづくりとは真逆の方向に行くわけですね、シンプルなものを改良改善していって、誰もが着れるアイテムっていうよりは結構攻めたアイテムを出してくるのがアンダーソンだったりするんで、とはいえコラボラインでたまにねすごくいいヒット作とかも出てくるんで見逃せないんですけど、基本的には結構難しめのものが多かったりします。続きましてこちらスエビマコットンオーバーサイズオープンカラーシャツ2990円で L サイズを購入しております。これちょっとね今までのシャツとは毛色が違いまして、プラス J っていうジルサンダーコラボなんですよね。ユニクロの上位ラインの一つで JW アンダーソンだったりプラス J だったりユニクロ U だったりあるんですけど、その中のプラス J のコラボになっております。というところで値段がねちょっと高めで値下げされて2990円という状態なんですけど、今まで紹介してきた半数シャツはちょっとクオリティが違いますね、結論から言うとこれはすごくおすすめです、今までの半数シャツとは全然違って素材感も本当にいいですし、スーピーマコットン高密度に織り上げていて、ツヤ感と張り感が両立されたアイテムになっていて、これ着用画像とか見てもらえると分かると思うんですが、すごい綺麗なシルエットになっていて、ストライプ入っていて柄でちょっと難しいと思うかもしれないんですけど、本当に綺麗な光沢感があって素材感で大人っぽさっていうのを担保しているんで、バランスも割と取りやすいです。素材だけではなくてこのパーツを見てもそうなんですけど、チープなプラスチックボタンではなくて非常に洗練された高級感のあるボタンを使用しています。ストライプも発色すごいいいですね、ですね、すごく使いやすいストライプになってます。ストライプの幅が細くて、モノトーン調なんですけど、すごい細い線でブルーも入っていて地味すぎない印象になっていて、これ1枚羽織っておいてあとすごくシンプルに合わせるみたいなコーディネートをするとすごくいいんじゃないかなと思います。それ、前開けても、閉めても全然いいですね、ですね、個人的には開けて着る派だったりするんですけど、閉めるのも全然ありだと思います、山崎さん的にはどっち派でしょうか。開けたいです。開けたいですね、ちょっとブルゾンライクにアウターライクに羽織って着用したいなと個人的には思います、ということで今回半袖シャツ、ユニクロの半袖シャツ全部買って着て紹介してきたわけなんですが、山崎さん的ナンバーワンは今手に持ってるやつです。一緒です。はい、大体一緒になることがある多いんですけど、たまに違うんで、そうですね、ここ最近ちょっと一緒なのが続いてる気がするんですが、申し訳ない、これは結構ほとんどの人がこれ選ぶんじゃないかな、ほぼほぼワンジェスチになるんじゃないかな、それだけ値段も高いですし、定価で言うと2倍とかかかってると思うんですよ、他のものと比べると。それはいいもの作れるよねっていう話なんですけど、人によってはビジネス用のシャツとか半袖シャツ探してたよっていう人もいるでしょうし、あとエクストラファインコットのプルオーバータイプも結構良かったりするんで、ストライプバージョンですね、そちらを選ぶ人もいるかなと思います、ということで今回の動画は以上となります。こんな感じでまとめチャンネルではファッションに役立つ情報だったり、実際に買ってきた商品に各レビューなどを行っているので、この動画良かったと思った方は高評価ボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。